皆さん、こんにちは。今日は、フジテレビ木曜劇場、大奥、西野七瀬さん演じる、おしなです。この時代旅行の一員となり、大奥の深淵に隠された真実、そしておしなの驚くべき実話を、一緒に紐解いていきましょう。準備はいいですか？では、歴史の扉を開け、未知なる物語へと、足を踏み入れていきましょう。1、大奥の世界。それでは、早速ですが、大奥の複雑かつ魅力的な世界について探っていきましょう。大奥はただの女官や侍女が生活する場ではなく、権力と野心、そして愛と憎しみが交錯する場所。ここではおしなに焦点を当て、彼女の生きた時代背景と驚くべき実話を深掘りしていきます。彼女は大奥で磯宮智子に仕える一人の女性。しかしその存在は単に智子の付き人という枠を超え、幾多のドラマを生み出しています。ではなぜ彼女がこんなにも注目を集めるのか、その理由を探ってみましょう。江戸幕府の第10代将軍徳川家春には4人の子供たちがいます。実際の系譜を見てみましょう。まず正室、御台所智子です。長女千代姫と次女の万寿姫を出産しています。そして側室伝光院、こちらはお千穂のことで、長男徳川家元を出産しています。そして最後に側室妖霊院、次男定次郎を出産しています。この妖霊院こそおしなのことになります。では彼女が側室になるという話がどのように展開していくのか、その過程を詳しく見ていきましょう。彼女が側室に推薦されたのは、意外にも松島の局の推薦によるものでした。松島の局は彼女を大奥から出そうとしていた人物であり、彼女の側室への推薦は一見すると矛盾しているように見えます。しかしこれが大奥の複雑さを物語っています。彼女と松島の局、そして家春との関係は大奥の中で繊細なバランスを保ちながら展開していくのです。さらに具体例を挙げると、彼女は1762年に家春の子供を出産しています。この子供は定次郎と名付けられましたが、生後4ヶ月で亡くなってしまいます。この出来事は彼女と家春、そして大奥全体に大きな影を落としました。定次郎の死後、家春が彼女の元を訪れることはなくなり、彼女自身も後に大奥を去ることとなります。史実はこのようになっておりますが、さすがにドラマ大奥ではこのような展開はなさそうなイメージを感じます。このチャンネルではドラマ鑑賞がさらに楽しめるような日本史雑学などを今後も語ってまいります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。2、側室の役割と重要性。歴史上、側室は単に将軍や王の配偶者以外の女性という位置づけ以上の重要な役割を担っていました。それでは側室がどのようにしてそのような重要な役割を果たしてきたのか、詳しく見ていきましょう。まずは側室の最も基本的な役割から。側室は主に後継者を生むことが期待されていました。特に正室から子が生まれない場合、側室からの子が家系を継ぐことも少なくありませんでした。このように家系の継続という点で側室は非常に重要な存在であったのです。さらに深く掘り下げてみると、側室は政治的な役割も果たしていました。例えば側室を通じて他の有力な家族との結びつきを強化することがありました。このような結婚政策は権力を保持し拡大する上で欠かせない手段だったのです。ここで具体的な例を挙げましょう。大奥の中でおしなが家春の側室となる可能性があると言われていますが、これは単に家春の側室としてではなく、大奥内での力のバランスを考える上でも重要な意味を持っていました。彼女が側室となることで、その背景にある家族との関係を強化し、大奥内の政治的な力の均衡を保つことが期待されるのです。また、彼女の実在モデルである妖霊院が側室として家春に男児を産んだことも、その政治的社会的地位を高める上で大きな役割を果たしました。男児は将軍家の次の世代を担う重要な存在であり、その母である側室の立場もまた大きく向上することになります。このように見てくると、側室の役割は非常に重要であり、単に個人の地位や愛情の問題だけではなく、政治的な戦略や
家計の継続という大きな枠組みの中で考えられていたことがわかります。側室はその時代の社会システムや価値観を反映した不可欠な存在だったのです。 3. 今後の展開予測。お品が家春の側室になる可能性はドラマ大奥の中で一つの大きな謎として提示されています。これは彼女自身が非常に複雑な立場にあるキャラクターであるため、多くの視聴者がこの展開に関心を持っています。ではこの謎を解き明かすために、まずは彼女がなぜ側室になる可能性があるのか、その理由を深掘りしてみましょう。彼女が側室になる可能性を支持する最も強力な理由は史実に基づくものです。史実では家春には生涯で二人の側室がおり、お千穂ともう一人がお品と呼ばれていたという記録が存在します。この事実は彼女が家春の側室になる可能性を大いに高めるものです。さらにドラマ大奥の中で彼女は智子に仕える侍女として描かれていますが、その忠誠心と家春への影響力は彼女がより重要な役割に就くための布石となっている可能性があります。以上の点を踏まえると、彼女が側室になる可能性はゼロではないと言えます。史実がこの可能性を支持しており、彼女のキャラクターがこの方向で進展することは物語に新たな深みと複雑さをもたらすことでしょう。4. 妖霊院の歴史と背景。それではお品の実在モデルとされる妖霊院について深掘りしていきましょう。驚くべき真実を歴史の奥深くから解き明かしていきます。それは妖霊院の存在がただの一階の女性ではなく、重要な歴史的背景を持つ人物であったことです。これは大奥の物語に新たな視点をもたらします。妖霊院、すなわち彼女は公家の藤井兼則の娘として誕生しました。この実が彼女が単なる侍女や側室ではなく、高貴な血統を引く人物であったことを示しています。公家出身であることからも、彼女の教育や振る舞い、そして文化的背景は当時の一般的な女性とは一線を画していたことが想像されます。彼女が智子の侍女となり、その後大奥で重要な役割を果たすまでの経緯は彼女の出自が大きく関係しています。公家の娘としての優れた教養と行動力が智子にとって貴重なサポートとなり、大奥内での彼女の立場を確固たるものにしたのです。また家春の側室に推薦される過程でも、その出自と能力が高く評価されたことは明らかであり、松島の局による推薦があったことも彼女の社会的地位と関係性の複雑さを物語っています。このように妖霊院ことお品の歴史と背景を紐解くことで、大奥の物語に対する理解が深まり、彼女が過ごした時代の社会的構造や文化についても考察するきっかけを提供します。彼女の生涯とその影響は現代においても多くの人々に知られ、語り継がれるべき重要な歴史の一点であると言えるでしょう。大奥というドラマは、史実に基づいた物語をベースにしながらも、創作の自由を駆使して、新たな物語を紡ぎ出しています。彼女の生涯と業績を通じて、江戸時代に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントや高評価、好きな歴史のエピソードなどを教えてくださると嬉しいです。ありがとうございました。